皆さんこんにちは、ヒュナジアンちゃんです。いかがお過ごしですか？もう22年9月ですね。ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しかったんですか？なんかなんとなく皆さんと会える日が近づいてるなって思います。早く会いましょう。今練習してるところなんですけど、なんか皆さんに急にお声かけたいなって思って撮影しました。今練習してる曲は2年前に私がピアノ弾きながら歌ったことがある曲だし、韓国でも日本でもとても有名な曲なんです。この曲は大島みちるさんの風笛、皆さんよくご存じる曲なんですね。もともと風笛は覚え楽器やいろいろ楽器の演奏曲なんですけど、実はこの曲がもっと有名になったのきっかけは2019年に韓国でも世界でもとても有名なソプラーノジョスミさんが、今まで自分のために支えてくれたお母さんのために作ったマーザというアルバムがあるんですけど、このアルバムの中で入ってる曲、それこそ演奏曲なのに、また素敵な歌詞をつけて歌になって、みんななんか歌いたい曲、なんか聴きたい曲になりました。それですごく気に入って耳に入って、私もあんまり上手くないピアノなんですけど、ピアノ弾きながら歌ったことがある曲なんですね。それで今練習してるのは、実は明日が日本では母の日なんですけど、韓国は母と父じゃなくて一緒に合流式の日なんですね。それで今みんな感謝の気持ちを込めてイベントやいろいろ準備してる、バタバタしてる日なんですけど、それで私はちょっとなんか素敵なプレゼントになってほしいなって思って、今生の声でちょっとだけでも撮影して父と母にプレゼントしたいなって思うところなんですけど、それで皆さんにもまたなんか聞かせたいなことがあって撮影しました。
皆さんいかがでしたか？とても素敵な曲なんですね。たまに練習してるの中で自然な私のこと、ヒューのことを皆さんにもお届けしたいと思います。また早く会いましょうね。またバイバイ。バイバイ。